Das Verlagshaus gehört auch ihr. Ist der Ehename. Haben wir nie dran gedacht, dass das so ist? Oder? Gibt's da noch einen anderen Guy? Miko, steh'so! Sollede? 新生鍛錬筆記の対策を練るにしても、これからどうするつもりなんだ？ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。うん、あ、わかった。八重堂の名前とミコの影響力を使ってみんなにこの本に書かれたおまじないの危険性を伝えるんだろ。ほう、 まさかこんなにも早く。外れを言うとはの。え、違うのか？新生鍛錬筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説じゃ。わらわたちがそんなことをしてしまえば、まじないの効力を裏付けるのと同じこと。 浪して忠告しても結局は好奇心が勝り、試す輩が増えるじゃろう。そうすればこの本の売り上げが止まることもなく、人々に買われ続ける。おい、それじゃダメだな。なら本を没収するっていうのはどうだ？はあ。 一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば、人や資源を無駄に費やすこととなる。それに稲妻で安寧に過ごしておる人々もきっと混乱するじゃろう。だったらもう方法なんてないんじゃないか。いいや、方法がないなどとわらわは一言も言っておらぬぞ。新生鍛錬筆記はわらわも読んだ。まじないのことを抜きにしても 実に面白いものであった。古今東西のあらゆる階段について熟練の手法で物語が描かれておる。人気にはそれも一役買っておるのじゃろう。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければ、その勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行に取って変わるのは 新たな流行しかない。つまり、わらわたちで新たな人気娯楽小説を作るのじゃ。正々堂々と売り上げで相手を倒し、人々の注目をこちらに集める。それこそがわらわの戦い方じゃ。それにこの方法を使えば、新生鍛錬筆記のもたらす影響を最小限に抑えることができる。ちょっと待った！ 娯楽小説を書くのか？おいらたちが？もちろん小説は一朝一夕で書けるようなものではない。じゃがわらわは八重堂の編集長、わらわなりの秘策がある。さっきも言ったが、作るのはわらわたちじゃ。共同創作という言葉は何時も聞いたことあるじゃろ。とにかく 八重堂が主催する小説の公募もまだ締め切られておらん。まずは読者の好みについて情報を集めてきてくれぬか。今の流行を把握した後、また話し合おう。一通り情報が揃ったら雨遊亭に合流じゃ。わらわも人を集めておく。食事をしながら仕事をするとしよう。 俺に言わせれば、娯楽小説に求める点はただ一言で表せる。それが爽快感だ。従来の物語だと主人公がゆっくりと成長していき、別れや失望の中で強くなっていく。確かにそれも面白い。だが展開が遅すぎるんだ。今稲妻で流行っている新生鍛錬筆記は最初から主人公が強くてね。読んでいてとても爽快感があったよ。
物語の主人公は陽子で、呪文や秘宝を熟知しているだけでなく、書画や茶道にも精通しているんだ。僕は昔から娯楽小説を読むのが好きでね、奇抜な発想で書かれた幻想譚とか、見たこともない設定を盛り込んだ物語とか、もうたまんなくて。ただ近年の作品はどれも似たようなものばかりなんだ。中身を読まなくても署名だけでどんな内容か想像がつくことも多い。最近だと新生探偵筆記くらいしか面白いものはなかったかな。話はもちろんのこと、描写がすごく細かいんだ。まるで作者が実際にそういった妖怪に会ったことあるみたいだったよ。Kriegt nicht das, was ich will. Wie lange braucht das denn noch?Roma-Stab ist auf Seite 10. Dauert das glaube ich nicht mehr so lange. 娯楽小説が売れるには挿絵も重要なんだ。挿絵を入れる場所、その内容、どの絵師に描かせるかなど、さまざまな工夫を凝らす必要がある。挿絵が良ければ、悪い点を補うことだってできるんだ。逆に挿絵がいまいちだと、どんなにいい物語でもダサくになってしまうことがある。挿絵のために娯楽小説を買うという言葉だってあるほどだ。僕からすれば、その言葉はあながち間違いでもない。ただ、有名な絵師はそのほとんどが忙しく、担当してもらうのが難しいようだけど、新生探偵筆記も挿絵がとても良かった。今までに見たことない画風だったよ。娯楽小説が好きな人たちっていろんなこだわりがあるんだな。今聞いた話はミコにも伝えよう。ふむ、来たか。まずは何時らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は何時らも知っておるな。純吉と茂じゃ。茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、さまざまな作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、新生探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、
結局どうやって書けばいいんだ？見たこともない設定って言われてもどんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前にまずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば神聖探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、なんじは旅人として稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。なんじにとって見慣れたものでも人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと神聖探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど大丈夫か？問題ない。何も神聖探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。なんじらはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであればここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか？Nein, wir machen kein Isekai. Nein. Oh, その名前、いかにも王道って感じだな。どれどれ？初めてモンド城へとやってきた主人公は、破壊を繰り返す飛竜に遭遇する。主人公が仲間たちと協力して飛竜を倒すと、竜が突如美少女へと姿を変えた。魚人間、私と一緒に素敵な未来を作りなさい。人間と竜のラブストーリーが今ここに始まる。なんだよこのおかしな展開。それに大冒険はどこへ行ったんだ。diese rausgestreckte Zunge. Bitte was? Oi, 完全に詐欺だろ。ふむ、100点満点中、わらわの評価は90点ってところじゃね。実に予想外な展開じゃった。それに竜族の少女とはそれだけで人気の出そうな登場人物じゃ。採用。なんでだよ。悪くないなわっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。みんなはどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか。読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里美も待っておる。あ、どうしたんだ？眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。お、どういうことだ？これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる生涯の敵、作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなく
時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ、創作に参加した全員にあるぞ。やったー、よし、早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか。Das Rock'n'Roll-Mädchen, ja, yeah, let's go! 部活動が盛んなリーユエ学院。新入生である主人公は数々の部活から勧誘を受けていた。料理部、建築部、工場部、ココナッツミルク研究部。数々の部活があったが、ココスミルク Forschungsverein? 決意する。4人の新入生で結成されたロック部は熱き夢と共に未来へと羽ばたいていく。うわぁ、これいいな。ふむ、わらわの評価は95点じゃ。王道である青春と友情の物語は何度見ても飽きぬ。特にこの部長の設定が良い。この型破りな性格、彼女からは燃えるような情熱を感じる。採用じゃ。よし、これでさとみも物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか？Was? Lebewohl? Buchhatz-Dekret? Inazuma Gakuin の厳格なるライデン学院長は全ての娯楽小説を没収しようとしていた。主人公は狐お姉さんの助けのもと、ライデン学院長に御前試験を申し込む。そしてライデン学院長を打ち破り、諸賀リレーは廃止されるのであった。これ本当に出版できるのか。何も問題はない、とても良いと思うぞ。じゃがわらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りにライデン将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。おえ、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか？そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは物語が出来上がった後、わらわが直々に書き加えよう。でもこれで大丈夫なのか。本当に神聖鍛錬筆記に勝てるのかな。内容はこれで問題ない。じゃが宣伝がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論神聖鍛錬筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間、汝はしばし休むとよい。それと八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら小説を提出する場所で落ち合おう。うゆうゆうへようこそ。注文なら
しに行ってちょうだい。Okay, das ist cool. Also hier eigene Buch schreiben sozusagen. Oder ja, obwohl ja ein Buch mit Kurzgeschichten könnte man sagen. Das waren ja keine zusammenhängende Storys.普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、宮司様からの頼みでしたら交渉してみます。実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。他にもたくさんの方から共同の話が来ている状況でして、しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつも通り真剣に読者のお便りに返信をしています。他の活動には目もくれずに。ただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。少し話がそれてしまいました。とにかくひなさんの推薦文があれば話題性は十分なはずです。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新してくださることを祈っていますよ。おう、頑張るぜ。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿斎で問題ございませんね。変な筆名、多分巫女がつけたんだろうな。これまでの付き合いで巫女のセンスが分かってきたぞ。何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち全員で完成させた作品じゃ、ぴったりな筆名じゃと思うぞ。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。その通り、自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来てください。ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。 Warte drei Tage. Wow. お待ちしておりました。皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売り上げに対する報酬は後日お送りしますので、またその時お知らせいたしますね。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的は神聖探偵筆記の影響を減らすためだったよな。かなり売れてはいるみたいだけど、あんまり実感ないな。これで本当に効果が出てるのか。安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、
周りの者の声に耳を傾けてみよう。以前と違うじゃろ。なあ、今流行りのおまじない知ってるか。真夜中に神聖丹麗筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああ、それね。前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろう。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。その呪文だったら僕ももう覚えたよ。狐お姉さんの秘伝術？なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると無月の夜にその術を唱えれば千個と大勢の妖怪から加護を得られ、どんな願いでも叶うらしい。あとこれも噂なんだが、神聖丹麗筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモラが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いたとか。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺の周りの奴らもこの術を試してみたくて無月の夜を待ちわびてるほどだしな。そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に移ってる。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ。物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよな。この先とても重要になってくるものじゃよ。さてこの勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ、次の段階なんかあったのか。当然じゃ。小説が存在するということはそれを書いた者もおるということじゃからな。なあ、確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖丹麗筆記が出てくるかもしれない。それにあの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。友幸という名の不幸な小説家じゃ。じゃがわらわたちがそやつを見つけた時、その小説について全く覚えがないと言っておった。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意思ではなく霊魂側からの干渉でな。話を聞くと当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言葉にした瞬間意識を失ったそうじゃ。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れてるんだろ。どうやって探すんだ。そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で降霊術の呪文を書いておった。それを使って呼べばよい。わっぱよ、また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。え？